全国的にも人気の牧之原市の2つのビーチが今日海開きを迎えました。コロナ禍で苦しんできた海水浴場はようやく元の姿を取り戻しつつあります。地元の海ではしゃぐ子どもたち。牧之原市では今日、相良サンビーチと静波海水浴場が海開きを迎え、地元の園児などが早速今年初の海を楽しみました。楽しいよ。どう水入って、海の水。厳しい時を乗り越えて、海の家の皆さんも観光関係者の皆さんも頑張られたんで、ぜひですね、そういったのを一気にこう盛り返す、今年は大きなチャンスかな。遠浅で波が穏やかな牧之原市の2つのビーチは、例年地元だけでなく全国から多くの人が訪れます。しかし新型コロナの影響で3年前の2020年は海水浴場の開設を中止、一昨年は来場者数が過去最低を記録するなど、かつてのにぎわいは失われていきました。新型コロナの5類に移行後、初めて迎えた海開き、海水浴場にも変化が。静波海水浴場の入場口です。去年はこちらで検温などを実施していましたが、今シーズンは実施せず、コロナ禍前と同じように海水浴を楽しむことができます。牧之原市のビーチではいわゆるコロナ対策のルールがなくなりました。ようやくコロナ前の姿を取り戻しつつある海水浴場に、海の家も期待を寄せます。やっとこう普通の通常の夏が戻ってきたなっていう感じですね。思い切りこの静波の海で遊んで、いい夏の思い出を作ってもらえたらなって思ってます。来客数の減少から収益が見込めず、去年は海の家の出店がなかった相良サンビーチですが、今年は1軒だけ戻ってきました。こちらの店はコロナ禍を経て4年ぶりの出店です。4年ぶりのお客さんですけれども、どうですか、接客をしてみて。いやー、ちょっとまだ感覚がちょっと鈍ってます。楽しんでもらえれば、嬉しいです。本当ありがたいです。かつては2つのビーチで30軒近くの海の家が並びましたが、今年は5軒の営業です。店の数こそ少なくなりましたが、海水浴客にとってはありがたい存在です。海で遊んだ後、ちょっとこうやって休めるところがあって助かってます。涼しいところで休ませられて安心ですね。何でもすぐ、なんていうんですかね、食べれたり、こう準備できたりっていうのがあるんで、やっぱ自分たちでテント立てるっていうよりかは手短に遊べるからいいなと思います。オーナーの親伊豆さんは去年、海の家がないビーチを見て心を痛めたといいます。毎年この海には海の家が立ってる状態のが見慣れてたんで、ちょっと寂しい海ではありましたけどね。賑やかな声が聞こえてくれば楽しいですからね。長かったコロナ禍を超え、多くの人がビーチで楽しむ姿がようやく帰ってきそうな今年の夏。牧之原市の海水浴場は来月31日まで開設する予定です。